ます。拍手でお迎えください。澤田美穂選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、澤田選手、最近めっきり暖かくなってきましたけれども、はい、花粉症大丈夫ですか？あ、もう僕は大丈夫です。全然、はい、一回もなったことない？ないです。でも春も怖くない？はい、怖くないです。どこは汗されても大丈夫？大丈夫です。羨ましい。なんかもうレース場によってはすごいもう花粉ブワーってコートに黄色い粉がバーってなってるところとかあるとかって言って。あ、そうなんですね。もう、まあ、ちょっと知らないですけど、やっぱ全然花粉症じゃない人はそういうところ気にならないですね。はい、もう何も気にしてないです。何も気にしてないです。33年間、羨ましい。まあ、さあ、そんな澤田選手ですけど、2019年ももう3月です。3ヶ月ですよ、はい、ここのとこ最近どうですか？ちょっと成績もあんまり良くなくて、はい、ちょっと悩んでます。ちょっと悩んでる、はい、何悩んでるの？そうですね、エンジンがあんまり動いてくれないというか、はい、はい、あー、の引けてないとは思ってるんですけど、ちょっとそのスランプが長すぎるんで、はい、ちょっと自分が悪いかな。あれじゃあまず、ちょっと日頃の行いを、はい、まずいいエンジン引かないと話にならない。そうですよね、だからそこですよ、はい、道に迷ってるおばあちゃんを助けるとか、はい、電車で席を譲るとか、はい、そういうところをちょっと気にして、はい、今日の帰りから今日の帰りから、さあ、澤田選手、次節がここ地元住之江ですよ、はい、はい、なんと新規新艇でございます。あ、はい、もう今年入って3回目ぐらいなんで、はい、もうめっきり呼んでいただけなくなったんで、はい、本当に感謝しています。感謝して、はい、どうなんですか、新モーターとかっていうのは？ここの新エンジンも初めての経験で、はい、でも、そのエンジンの鳴らしは先月来たんで。あ、はいはいはい。はい、積み上げ大変でしょ、多いから。そうなんですよ、グランプリがあるからね、モーターたくさんやから10艇ぐらい出るんで、もう江戸川張りの水面のいきなりめっちゃ登ってるとこ、もう膝が痛いです。未だにちょっとだいぶ前でしょ、あったやつ、はい、それでもまた膝に来てる、はい、それぐらい乗りこなした、乗り込みました、はい、はあ、じゃあちょっとなんかこうツバつけてるやつとかあるんですか？いや、まあその性能とかはペラもちっちゃいペラ使ってるんで、はいはい、よくわからないんですけれども、はいはい、もう最近なんかの黒ホイール、はい、電気とかね、はい、あれ苦労してる選手とか、ちょっと僕もその口で新エンジンになってからちょっとエンジン出しが甘いかな。あ、はい、やっぱあれだいぶ違うんですか？そうですね、うん、やっぱりちょっと回転を上げ気味で乗った方がいいっていう、自分はもともと抑え気味で乗る派なんで、ちょっとそれが合ってないかなと。なるほど、思いますね。じゃあ原因分かってるじゃないですか、ね、はい、楽しみですね、ここから。暖かくなったら余計その辺影響あるんですか？そうですね、やっぱり冷えた方が自分も合わせやすいというか、そうか、あとはもう寒波が来てくれる。もう来ないですよ、もうだんだん頭が、はい、暑い夏が来るんですか、これから、はい、それにやっぱちょっと慣れていくか、調整も。そうですね、はい、ちょっとその今長い冬が来てるから、ちょっとやっぱこの季節、春が来るとともに澤田選手も春が来るように。そうですね、ちょっと成績も悪いんで、うん、このアクアにも呼んでいただけないんで。そんなことないです。さあ、その新規新艇、まあ、プロペラは今回、まあ、プロペラは2年ごとになるんで、今使ってるプロペラがそのままになるんですけれども、はい、新規新艇が4日間のなんと短期決戦2節、はい、でまたこれ準優6レースで1着取った人しか勝ち上がれないという企画レースとなっております。はい、短期決戦どうなんですか？やっぱりちょっと苦手ですね、ちょっとそうなんばっかりじゃないですか。いや、でももう地元の水面を、はい、気合で、はい、さまりましなんで、気合さまりまして、はい、成績もさまりまし、だったらいいですね、はい、はい、気合さまりまし、成績さまりまし、はい、それでもう、はい、初日だってこれ短期決戦やから、初日から結構バンバンとね、勝負していかないと、はい、なかなか難しい一節になりそうですよね。はい、そこはもう住内の番組さんに、はい、一号手を組んでいただいて大事、はい、大事ですね、はい、でもそこはやっぱそうですね、それ番組さんにもちょっと、はい、
こえてるかな、頑張っていただいてね、車をお借りして車をお借りして、ぜひ、はい、地元ですからね、はい、はい、お願いして、で、まあ、新規申請ですから、まあ、誰も、まあ、プロペラはそのままですけれどもね、はい、サラピンですから、そこでも、はい、ちょっと澤田選手の色を出してもうて、はい、チリ成績いいから、そうですね、もう、はい、もうここで一番勝利を上げてるし自信はありますね、はい、はい、さあ、それで勢いここでつけて、その後また戦いここから熱くなってきますけれども、はい、からですよ、はい、残り調子で、はい、ね、皆さん応援してくれると思いますから、ぜひ頑張っていただきたいと、はい、頑張ります、はい、思います、はいはい、さあ、今日は平日にもかかわらず、はい、たくさんファンの人お越しいただいておりますので、はいはい、最後にズバッとメッセージをいただいて、そしてこの後写真撮影ですよ、はい、えらい普段着で来ましたね、はいはいはい、だからですよ、はい、もうちょっとこうおめかししてこないと、はいはい、いや、こんなことでしょ、とりあえずもうちょっとおめかししてきて、澤田さん、この間もやっぱイケメンかっこよかったし、もう一回次来てもらおうってなるんですよ、はい、いやー、はい、すいません次はでもちょっと一応だ、はい、一応だ来てきてください、はい、はい、じゃあ最後に皆さんに意気込みビシッと、次節、来週になるんですけれども、はい、一生懸命頑張ります。一着だけ狙って走りますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、2月3日から4日間の体験して走ります。ぜひ応援よろしくお願いいたします。